はい、皆さんお待たせしました。久しぶりですか？米編行ってみたいと思います。米編な。レベリングか羽エビロットかどちらか一本買うならどちらがいいですか？ホームは浜名湖、水深3メーター、ご意見いただけますと幸いです。直感でね、直感で言うともうレベリングでいいかなと。なんでかってもうライトゲームで羽エビロットって今となったら結構しっかりしてるの、7g のメタルジグを尺、それから何だろう、ボートからのインショアと呼ばれてるのかな今ね、あのいわゆるちょっと外海の 15m ぐらいのバチコンなんかに使ったりする。なんだけど僕がそれをするとしたらオフショアなんでグリップが長いのがいいなってなるのね。でイカメタルの極難を使ったりする。実はほとんど同じブランクス、ちょっとだけ粘っこくしたのがオフショアイカメタルの極難で、もともとのやつが、シャキンとしてるのが羽根みたいな感じ。まあレベリングでいいんかなと思います。質問です。私はハートランド Z のグラスロッドをよく使うのですが、今後グラスロッドは出るのでしょうか？これね、いや出しませんとなるか、僕は今は好きではないですという部分なのと、グラスってすごくね、簡単にグラスって言うんだけど、例えば穂先だけグラスのことが出るかもしれないし、コンポジットね、要はグラス素材が多い、限りなく多いカーボンロッドかもしれへんしっていうのがあるんで、なんか分かんないですよねそれは。あ、ここで言います。例えばね、あのこんなやつ出してほしいとかいうのあるじゃないですかね。あの例えば再販してほしいとか、まだこんなやつ出してほしいは意見として聞けるじゃないですか。これこれこんなん出ますか、これがね答えれない。っていうかもう何回も言ってるかもしれないんだけど、それを内緒ですって言うしかないんですよ。例えば本当にね、トヨタに来年あの A86 の古いモデルで、中エンジンは今のやつ出しますかって言ってね、今後出しますかって言われたら、これ明日出しますかやったら明日出さないって答えれるやん。1年後出しますか、これも答えられるか答えれないから。でも10年後出しますかってなってくると分からへん。だから今後出しますかって言ったら分からんってしかもう答えられない。頭の中で例えば来年出そうと思ってることを、あそれ来年出すんですよ、言わないでしょ。だからそこの質問はパスすると思ってほしい、ね、あのパスするのはこれいわゆる米編だからパスできるんだけど、リアル質問があるじゃないですか、フィッシングショーで、すいません、あのこういうのを出さないですか、ああねっていう感じになるのね、あのでも流れ的にこれは出しますっていうことにした方が面白い場合は言うかもしれへんけども、だからなるべくそこの質問はない方が僕は嬉しいなっていう感じです。餌巻きキビコのラバーですが、端はボディに埋め込まれて接着してあるのでしょうか？内緒ですよ、そんな見てびっくりですよ、ちゃんと。はい、自分が検査以下の漁師手伝いした経験上、好む好まざるにかかわらず、フグやスルメイカだと餌巻きがステンでも噛み切ってしまうので、ラバー素材ならなおのこと、簡単に予備のラバーに交換できればいいと思います。誰がやってると思ってるんですけどね、そこですよ。だから内緒ですって言ってるんです。はい、マジアイジはソルトでメバルも良さげですね。はい、良さげと言いますか、良いです。でそのままあのティンセルでやるとね、ティンセルってほら表面積多いわけじゃないですか、細ければ細いほど。なんか筆やったら、習字やったら分かると思いますけどね、乾かへんやん、多いから。だからもしメバルでやるとしたら、ティンセルの代わりにスカート、シリコンスカート2本、フィッてもう作りました、釣りました。でただ針が1本にするとちょっとかかりが悪いけど、まあまあ遊びなんで、ほんまにメバルを釣りたかったらワームでやればいいし、でガチでプラグでやるんだったら、ああいう小さいのじゃなくてもっと大きいので使ったりするのね。まあ今後そういう展開あるかないかって言ったら、そういう場所って結局ロケしないんですよ、場所荒れるね。で僕のポイントと被ってる人がなんであそこ言うねんってなる。だから僕はそれをあの気持ち的には分かってるんでやらない。だからキャッキャッキャー釣れた20センチ弱っていうやつの大きさが大体それぐらい、例えばアメミノなんかもそうでしょね、40ミリちょい、
それから大きくなっても55ミリを作った。でそれ以上上のやつは例えばミノーやったらもうあのバス用のミノー代用ぐらいな感じになってくるでしょね。AK バズめっちゃいいですね。昔ブルドッグ4フォーブレードバズとかサウンドシャワーバズとかを彷彿とさせてくれてワクワクします。絶対買いますよ。これはね赤間さんのねなかなか秀逸なあの脳みそがねその時降臨してきて何かが降臨してきてクククッとやったよね多分。あこれできそう面白そうってなったなと思う。あれはすごいなと思う。うんほんまに。まああれもうやね。AK パンチもすごいと思うよ。うん、あいついつもなんか下ネタっぽく使うけどさほら僕の時は使うやん。せやけどなんかシュッとこらねって真面目に言う。あれどういうことやろうな。自分でなんかこうここにも書いてあったね。ネイルリグを入れた時にゾワッとしたとかヒヤッとしたみたいな。縮みや瞬間ほら縮み上がった何がとは言わんっていうのほら縮み上がったな。うん、スネキジのスピナーベイトトレーラーがなくなりそうだから一斉で作ってほしいです。これもな。まあでもこいつの場合はスピナーベイトトレーラーというのが昔にあって今常吉がもしずっと僕があったらあるはずじゃないですか。一旦なくなってまあおかげさんで自分のところ帰ってきた。じゃあスピナーベイトトレーラー使うか使わないか別として何かちょっとずつ復活させたり今のものと比べて遊びましょうということだったりとかはあるかもしれないです。バルキースパーテラはスカッパのもお願いします。これね赤松さんスカッパの好きやから多分あると思うんだけど僕大嫌いなの。釣れたとしてもあいつだけな特別室を用意しなあかんスカッパの。あと赤もそうやねんけど、うん、赤よりも立ち悪いんだってあれね多分ね赤色素赤よりも3倍ぐらい入ってると思う。だから黒く見えるぐらい赤いわけあれ、うん、もう何回につけてたらもう1日というか何分かで赤色移るあれずーっと色移し続けてたら透明なのかなならへんと思う、うん、すっごい赤いであれ。だからスカッパのは僕はあんま使わない。スカッパのがよく釣れるって言ってもなんか1回2回投げてああどうしようと思ったらもう元に戻せないじゃないですか。だからまた使わなくなる多分ね。まあここはあの僕の感覚なんだけど何度もこうリピートするのってさワームなんかでもうわー当たった暴れたちょっとズルズルになってちょっと交換したい。これもったいないんだけどもったいないんだったら全部エラストまでええはずじゃないですか。だってなくならへん、ね、でもあれは使ってるとなんかちょっとボロくなってきて変えたいのに変えないなんか減らないでワームがある新しいカラーも一瞬あ買おうかなあでもなこれなこれ嫌やなと思って手が離れる気がするのね。だから僕今のところエラストマはまあ使ってないかなっていう。ただあれ1個でワームとして売ってたりするやん最近。それ多分ピンときたんじゃない。これ3個つけても無理でなくならないし1個でいいやってできたアイテムが多いんじゃない最近。これ伸びるやつあれやんエラストマってねワームの素材っぽいんだけど伸びるやつあれ。一つだけ言うときますとまあ下手なこと言えないんだけど一つ確実に言えるのはワームと一緒に入れてはダメです。溶けます。ワームの過疎材を吸いよんねこいつ。何かそのいわゆる親和性いやごめん親油性油との親しみの部分あの親しい油の性質って書くんだけどその親油性の何ちゃらがあの作用してエラストマを引き抜こうとするのね。そしたら引き抜かれた方の、まあ、ワームはさておき吸うた方のいわゆるそのエラストマがべちゃべちゃなの。だから僕が今までしてたのはそういうアイテムはプラグと一緒に入れてる方が大丈夫。ただ僕が下手なこと言えないっていうのは表面加工がどうされてるか分かんないの と、僕が思ってるエラストマと今市場で出回ってるエラストマがイコールかどうかは僕ちょっと分かんないんで今までのエラストマはそれで問題なかった、うん、多分ねいわゆるビッグウェイトのテールあるでしょあれプラグにさせるじゃないですか、ね、あれってエラストマの伸びる硬さじゃない硬い結局過疎材がどん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 増やしていくと伸びていくんだと思うんだけどいわゆる硬いエラストマーのはずやねん。ちゅうことはプラグに喧嘩しないから使ってのちゃおうかな多分。まあシリコンっていうのもある、うん、いろんな素材があると思います。ああこれな浮き虫浮き虫どうでしょう浮き沈み虫の方が良くない
でもこんなんなったらっていう話だな。でもそうなるかもしれへんと思ったらワクワクしん。炭酸の中やったらなるやん。炭酸の中でちょっと沈み虫を作ったらこうなる。知らん？沈むやん。沈み虫がゆっくり泡かもやん。上がって上がるやん。上がったら上にポカッと上がったら泡消えるやん。パッと沈むやん。ポカッと上がる。俺子供の時にさ、ブドウがな、炭酸でほらグレープジュースにブドウ入れたら美味しくなるやろと俺は思ったわけ。だって無果汁って書いてるのになんでこれグレープジュースやねんと思いながらさ、うん、ファンタグレープの、ちゃうね、ファンタゴールデングレープっていうのがあって、あの多分色素が問題になったか知らんけど、透明っぽいグレープフルーツがあった。ファンタアップルとファンタゴールデングレープっていうのがあって、透明でそこにたまたまデラウェアかなんかおかんが買うてきたやつを、これブドウ入れたらいいなと思ってブドウいっぱい入れるやん。だからあれ沈むやん、ピーって沈んでブル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 って浮いてきて、おおこれ何やこれと思って、それをこの浮き沈み虫って言った時に頭に浮かんだよ。その子供の時の、多分ね、子供の時の記憶はめちゃめちゃある。それがずっとあるから今の記憶が入ってもらっと出てくるんだよ。で今記憶ないよ多分。だからまず一旦あの子供の時の記憶をなくしてみたらいいな、うん、何の話だったっけ、浮き沈み虫ね。はい、なぜワームを開発する人は下ネタみたいな形のワームを作るんだろう。ちゃう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 、あのそう見えてるだけでさ、そんなん言い出したらさ、何でもそうやで、何でもそう。アイスクリームと一緒やん、色が白いだけで。チョコレートアイスクリームなんかもそのまんまやん。ソフトクリームな、このウエハースの感じとか、何あれ、コーン、コーンの上に乗ってるのこれ、うんこやハハハハハ。